どうも、ひなたいこです。今回は MJ 打っていくんですけれども、イベントが今行われているということで、そちらに参戦してみようと思います。するしない、それがね、このね、近藤誠一カップっていう経験値がいっぱいもらえるっていう噂なんですよね。これの予選 A が始まってて、それの大会の詳細をちょっと見ながらまず確認していきたいと思います。2月4日から10日までのね、予選 A に今私は参加しようとしてます。で、せいさんがね、最高で最強の大きいタイトルを獲得した記念イベントらしいんですけど、経験値大量ゲットのチャンス、結構ね、これ今すごい人気で、いろんな方が参戦してるという噂なので、私もこれにチャレンジして、あわよくば近藤誠一と同卓しちゃおうかなと思っています。で、トンプ打っていこうかなと思います。成績いいところのね、8回分が反映されるらしいので、早速1回目打っていきたいと思います。なんか緊張する、こういうカップ初めて。あ、早い、すごい、あっという間。出てきた、かっこいい、よろしくお願いします。せいさん眉毛がりびしい。あー、すごい、1回目からトマトリ合戦になりました。よろしくお願いします。本一曲、ドラは3層、プレイヤーはペーチャです。ペーチャスタートになりました。小山剛、すごい、卓上に近藤誠一カップって書いてある。一体どんな戦いが繰り広げられるのか。統一が見えますね。染めちゃいましょう。もう6も8も出たらポンします。すごいな、マットの色とか、ちょっとなんかすごい、何、おしゃれな紫で、灰の色も乗ってるよね、これね。すごいな、土田さん元気だな。これはね、トンプの戦いですからね。引けない、続いてしまった、続いちゃった。特別なイベントってこんな感じの卓なんですね。均衡を破るのは誰だ。綺麗だな、惚れ惚れしてる場合じゃないな。ここはドラを引く、ドラいらないんで切っちゃいます。雪が怪しくなってしまったか。ヤンソー2枚見え、対面くっついてもね、おかしくない牌ですけど、この牌に反応するか。これは微妙だね、キャンセルします。すごいね、一個も泣けないずっとつむぎってる。しかもね、神茶の方と玉取り合戦してるんですよ、私今。各トン1枚、場は膠着さ。お前はどうするかな。あっと、ここで仕掛けていった。いや、トン重なってたじゃない。風装がめちゃくちゃ切られてますね。このまま、あ、数ワンも入ってた。いやいや、でも数ワン入っててない。ヤンワン、ヤンワン、数ワン3枚目、まだリャンシャン点ですよ。お、お、動いた。親がね、仕掛け入れましたね。ロン、薄井さん、これは思わぬ失点。天三腕だ、三色ですね。三色ぐらい。そうだよね、私がポンしてるからね。すごいな、なんか独特な雰囲気あるな。トン二曲、ドラは三腕、プレイヤー。小山さんとツッチーの声に
癒されながらですね。トイメンです。ヨンシャンテン、勝負の行方はまだまだ分かりませんよ。いや、わかんないですよ、まだ全然わかんないですよ。まず E1 からドラ3-1ですね。トンから打つことは結構多いんですけど、ちょっとピンズが多いのでね。ひなた、これで一歩前進。ピンズの伸びも今見てます。あ、パーソー来るんだって。パーソーから動き出すんだ。ほうほうほう、パーワン打っちゃうのに。波が来ている。トンはまだ勝敗。ここから腕の見せ所ですよね。マンズが場にやすいですね、ドラが 3-1 なのに。まさ、ねえ、泣かないんですよ。一気に染めに行きたい気持ちもある。一旦切ってみました。上がりまであと一息です。一応ね、3-1入った時のペン3-1どうすんのみたいなね。3-1入った時のペン3ピンか、ペン缶3ピンどうすんの。あ、もう1枚切れ、微妙だな。てか、しもちゃさん役なんなん。各社どのように打ち回していくのか。Q1 両面チーだって。ちゃん、ここは統一落とし。 Q1 の両面なんだろう。ここは一歩後退。時が止まった。あー、誰かがしもちゃさん泣けるのかな。チーソーパーソーね、ないし。あれ、3色じゃなくて発も切られて、役がね、なんなのって話ですよね。私パンワンいっぱい切ってるんで、チーワン切っちゃう。おっと、負けじと動き出した。あ、チュン泣けた。役目一気。あ、ドラ切った。この牌はどこも構わない。いやいや、もうおかしくなってきてるよ。ちょっと待ってね。トイメンポンだ。いや、ピンズでしょ。トイメンピンズ。パーピン通ったね。ヒナだ、いいシャンテンだ。有利な街にしたいですよね。あ、ローワンも、ローワン、スーワンは今ローワンが4枚目か。ここでも仕掛けない。ちょっと待って、ちょっともうおかしいよ。1000点、1000点、1000点なのか。マンズは伸びないと見たのか。一応イーシャンテンですけど、パーピンね、切って、あ、純ちゃんおお、ロー、ああ、ちょっと待って、危ない。あ、時間がゼロ、時間がゼロだよ。今数ピン打っちゃダメだよ。数ピン打っちゃダメ。切らん、感じない、感じない。しもちゃん、捨て牌に注意。ちょっと待って、ちょっと待って。あ、ちょっと待って、もうちょっとよくわかんない。今何が起こったの？本一が上がったけど、今私0秒だったの。危ないよ、数ピンなんて。すいません、もうちょっと追いつけなかった。トン2局、1本はドラはウーワン、プレイヤーはシャチャです。さあ、今回初が統一。いや、ちょっと落ち着いて、とりあえず落ち着こう、うん、トンからいきます。ドラがウーワン、ちょっといろいろ目まぐるしいね。追いついてなかった。すごい、両面がいっぱい。どの両面残すみたいなやつですね。アニソーズが高いかな。ここはスルー、つもぎりが続いてしまった。泣かないから泣き消しちゃおうか。これハツとりあえずポンする予定も今ないです。ヒナタ、これでリアンチャンテン。ピンズの形がいいですね。ソーズ、パーピン、リアンピン、ハツ。おお、マジか。こっちにしようかな。シモちゃん、ここは統一落とし。リアンソー来ないで。誰が一番最初に仕掛けるのか。イーシャンテン、ストレートに引けるかな。6球1と6球走引いたらリーチ。どうしよう。
間が静寂に包まれている。 Q1 がね2枚切れで、一応ハツが頭になるパターンと短期転配で役も取れる急走が2枚でし、なんか下茶さん流し漫画みたいになってるよ。9番3枚目全然引けないじゃん。場を制するのは一体誰なのか。もうちょっとだな、もうちょっと我慢。息を呑む攻防が続いている。もう T1 縦引きもなくなってきた。このまま静かに場が進行していくのか。あっとここでしさ、ここも我慢した。そう、ちょっとせめてテンパイ取りたい。もう泣くよ、もう泣く、もう何でもいいです、泣かせてください。が上がりを勝ち取ることになるのか。お願い。ああ貼ったよー。パワーパワーもチワもどっちも良くない。うわ、なんかソース綺麗だね。チーンツサブロスそうだけど街いっぱい使ってるのか。ギリギリテンパイできましたね。何もう全然張らないじゃん、両面入んなかったわ一生。ドラはチーソープレイヤーはなんちゃです。私なんちゃ。現在のトップはトイメンです。はい、勝負の行方はまだまだ分かりませんよ。何点差？8000点。対局の模様に注目しましょう。サイヤン系の手ですね今回ね。だから普通にまずいらない1牌から打っちゃいましょうか。2層もね、つもぎりしてもいいかな。チュンはギリギリまで絞るのかな。チュンはね、親の現物、もう2人の現物ですね。この牌ここはすぐチュンは安牌ですか。そう、泣きはしません。なんかもうね、これテンポがいいのよ、MJ のね、みんなは。だからね、こうなんかどうでもいいことを喋ってたら、もうすぐ終わっちゃうの。気をつけよ。いや、無双の受け入れが好き。差し子の三色とか、できないかしら。やっそー、やっそー。ひなた、あっという間にいいシャンテンだ。上がりまであと一息です。スチーピンの大量保持。誰が一番最初に仕掛けるのか。間が静寂。いや、一番何もないやつだ。プレイヤー行くのかな。果たして追いつくことができるのか。あ、そう、現物。これはトイメンの現物 ですよね。神ちゃん、これは思わぬ失点。まあ、うまく打たれてしまいました。あ、でもこれは平和に行ったんじゃない。1300オーラスですね。ドラはだから、プレイヤーは親です。あ、救急車。いいって来たじゃん、親で。オーラスを迎えています。ひなた、ツモなら2600オール以上。ロンなら満貫を上がればトップですね。元気だな。どのような結末が待ち受けているのか。かなり現実的に、あ、もうシャア役牌だ。現実的になんかこうまくれそうな点差でオーラス迎えましたね。もう孤立入っちゃおうかな。ひなた、これでリャンチャン点。ソーズの形がいいですね。ソーズの形はいいんだけどね。ここはスルー。ほら、いいそうか。いいそうやない。さあ、ここも我慢した。そうだよね。こうしちゃおうか。はい。ひなた、あっという間にいいシャン。泣かない。有利な街にしたいですよね。時が止まった。さあ、インシャンテン。ここは合わせ打ち。いやー、あー来た。あー引いた。リーチ転敗しました。転敗だ。なんかありそうな気がしますよね。神ちゃん、ここはプレイヤーの現物を落とす。
トイメン、プレイヤーのリーチを警戒しているのか。これね、タイヤをピンフ赤い位置とかだとね、足りないパターンあるんで、あ、これならもう無条件でまくれます。素晴らしい引きを見せた。見事。もう何も言うことなし。これどうなっちゃうんだろう。お見事。ナトラなしですが、これは満貫なのでまくりました。トップ、セイさんに会えるかもしれない。イエーイ。最後はね、オーラスにずるい手が入ってましたね。まず1回目はトップを取ることができました。よかった。さあ、というわけで近藤誠一カップ1回目打ってみました。結構なんかあれだね、独特な卓上の雰囲気になってて、イベントだからかな、かなりなんかいつも打ってる MJ とは違う感覚でちょっとドキドキしました。まだね、いっぱいこれまだ予選あるんで打っていきたいと思います。動画ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。